SS ロケッツの見切り発車5秒前。さあ始まりました SS ロケッツの見切り発車5秒前。さあ今週もよろしくお願いします。先週のね、ラジオね、まああれじゃないですか、フェスの話して、あフェスだってフェスの話をして、えどっち発音、フェス、フェス、フェスなんで、フェスの話をしてね、で、あの SS ロケッツのが2000年に結成して18年、今年18年目みたいな話をして終わったんです、で来週同じ続きは来週みたいな話をして、フェスの話って言ったって主に99年のライジングの思い出だよねそう1回目の思い出した、そうだ、なぜ今その話をするみたいなね、今年のフェスでもいいんだけど、いやそれでね、それでそうそう結成18年目だから、ほらなんだっけ、あのドラナーズさんがさ今年20周年の記念とかやるっつってたじゃん、9月にやる、お前らもやった方がいいぞみたいなことを言われたりとかして、だから来年再来年に20周年やらなきゃいけないんだけど、やばいね、でドラナーズはさ売れてるからさ、やってもいいけどさ、俺は売れてないのにさ20周年ってさどうなのみたいな、人いっぱい呼べばいいんじゃない、あの友達のバンドとか、友達いないけど今から作って、いやでね、あのなんだっけ、ちょっと話飛ぶんだけど、この前ポール・マッカートニーが、キャバンクラブでライブやったの、シークレット、サプライズで、俺見たそれ動画で、すごくない、すごいキャバンクラブで、客がさめっちゃ驚いてんだよね、バックパーンと落ちてさ、いきなりポールサプライズ、そうそうそうあれ見たよ、それでね、ってことはだよ、あのだってもう何十年、60、あの人75歳だっけ、76だったり、そうなんだ、だから50年以上前にやってたキャバンクラブでやってるわけでしょ、ね、やることも生きっちゃ生きだけどさ、だから俺らがだからあと何十、30年後ぐらい、にカウントアクションでいきなりライブやるみたいなもんだから売れてればね売れてればそれでもキャーって言われるんだろうけどねあのね、昨日偶然友達と喋ってて思ったんだけど、もしあの時点でビートルズが解散してなかったら、多分メンバーポールだけになってたよね、脱退全員脱退して、まず最初に、一番最初にジョンが辞めるでしょ、ポールだけでビートルズでメインボーカルポールだったらどうなのかな、まあもし脱退しなくてもみんな死んでいくから、そうだよね、最終的にビンゴとポールしかいなくなるんだけどさ、そうだね、結果的にそうなったし、今だからリンゴとポールが戦ってるわけでしょ今ね、寿命争いでしょ、そんな中ローリングストーンズとか体鍛えてから元気だよね、元気だよほんと、やっぱね体ジジイになったら鍛えなきゃダメだね、そうだよほんと、タクも40歳になって急にプール通い出したんでしょ、いやもう急にっていうかやっぱいろんなその思いというかさ、まあ欲求というかさが重ならないと俺なかなか行動に移さないから、ただプール行きたいで、いやプールっつってるけどジムだからね、俺なんか市民プール通ってるみたいなあれだけど、ジムの中のプールだから、ね、いろんな思いがあって、思いというかいろんなのが重なって今行ってるだけでなんてさ、なんか急にこのおじさんプール行き始めたよみたいな市民プールで泳いでるよみたいな、そういうんじゃないからね、うん、いろんなのが体はね、でも動かした方がいいよね、いやもう絶対そうだよ、あの会社に単身赴任の人とか結構いて、でその中で一人アブタだっけな、アブタなんかあっちの方、洞爺湖とかの方に家があって、でそこから単身赴任で来てる人がいて、でその人がいまだにね40、俺何個上だろうな、40代中盤ぐらいなんだけど、バスケットやってて、で
家帰ったら金曜日の仕事終わって定時で上がってもう10時ぐらいになっちゃうっていう、うん、なんでっつって洗濯とかしてから帰るんですかって言ったら、うん、いやすぐ帰るんだけど、うん、あの帰り途中にチームが練習してるからバスケットをやってから帰るって言って、ね、うんうんうん、ですごいですね仕事で疲れてるのにってまず家じゃないですかって言ったら、うん、いや動けるうちに動かないと体動かなくなっちゃいますからって分かるわ分かるあそういやあと一回家帰ってから行ってもいいはずなんだけど多分一回家帰ったら面倒くさくて行かないんですよだから会社帰りに行った方がいいんですそうなんだ、うん、そうへーあれででもさバスケだとさほら、うん、あの札幌のチームあるじゃん、うん、バスケのチームね、うん、それが今もう社長兼任みたいな人でさ織物でしょ織物さん、うん、織物さんがさ織物じゃねえよなんか汚くなっちゃってるよあの人がってもう45とか6とか7とかあるでしょあそうなんだなんかだからサッカーで言ったら三浦和義みたいな、うん、もうすごい年齢なんだけど、うん、やってるからでそれぞれさサッカーだったら三浦和義がいるし、うん、そのバスケだったらその織茂さんがいるし、うん、野球だったらイチローがいるしみたいな感じ、うん、今なんか年取ってもさ現役の人たちいるからさ、うん、みんな頑張れんじゃない、うんうん、レジェンドレジェンドレジェンドスキージャンプだったら葛西葛西すごいよね年取ってるだけじゃダメなのどういうことどういうことわかんないけどでほらロック界だったらローリングストーンズみたいなでももう70超えてるからねいやいやもうほんとレジェンド、ボブ・ディランだって76歳とかでしょ、うん、あボブ・ディランいくつだっけあそれぐらいだよねだからそうだねでさロックなんつうものはさそんなおじいちゃんがやる歴史っていうのはなかったわけじゃない今まではね、うん、そうだよあのでも俺さ腑に落ちないのがあってさ、はい、あの日本でさ、うん内田裕也がさロックスターみたいなことを言われてんのはさ、うん、何なのあれあの人別にロックなのあの人いや芸人みたいな感じだよねあの人ロックじゃないよね TRF のサムじゃないなんだっけこう、うん、ビジュアル似てきたよね、うん、似てきたタイプになっていくんだねなんだろうねロックンロールって言ってるだけだよね、うんあの先週ね、うん隅田川花火大会から話をしたじゃない、うん、あのテレ東で中継みたいな、うん、それまだ続きがあって、うん、副音声の、うん、先週言ったのは、うん、あのメインの音声、うん、サブ音声副音声の、うん出てるのが三浦純と伊藤聖子から喋ってるやばいでしょやばいねで今年の隅田川花火大会は本当は土曜日やる予定だったのが台風の影響で1日延期になって日曜日やったので最初に三浦純と伊藤聖子が最初冒頭30分喋ってたのは本当は我々は1日10円するはずじゃないから、うん、フジロックでボブ・ディランを見に行くはずだったけどそれが行けなくなったっていう話をずっと番組始まってから30分間永遠とフジロックの話をしてたボブ・ディラン好きだからねだってその2人でしょ勝手に観光協会とかポッドキャストで始めてさゆるキャラとか作ったのあ伊藤聖子は安西さんスライドショーの子2人でなんかスライドショーでなんかこう安西さんか安西さんそう勝手に観光協会いやね相当俺はそっちの方では見てなかったんだけど、うん、相当面白かったらしいそのっていうかキャスティングやばくないなんで副音声でその二人にさ花火大会で喋らそうと思ってさすがテレ東だなって動かしてるねテレ東は、うん、動かしてるでなんかそのまあ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 一回も花火大会の話はねだから結局あれですよ今週はもうライジングサンロックフェスティバルああまあゆるくねやりますよ今年は誰が来るの達郎来るよ山下達郎田中達郎じゃないよ絶対ボケさせねえよいやえ誰田中達郎いや逆になんかすごい言われたけどまあ、ご存知みたいな風に言ってきたけどそうだよねなんだろうな
ブランキーは来ないわ。まあでも誰か来るでしょ。来るような気がする。ブランキー ZC のメンバーの誰か大した見てないんだけど、でもその99年もないもう20年目ぐらいになると誰が来るかもう見ないでいくみたいな感じ。見ない見ない見ない、ラインナップ関係なしに、うん、そうそう。去年すごいさ、チケットが売り切れそうだみたいに切れてるって切れてた。だからあれ今年なんて3月にゲットしたもんね。初めてだよ、いつもさ、うん、直前に買ってたのに、うん、もうなんていうのかな、俺らの世代がさ、うん、卒業しないでしょ、こうやって俺もそうだけど、うんうん、なのに下はどんどん増えていくでしょ、うん、だからもうチケットも取れなくなってきたの、うんうんうん、で駐車券がねすぐ売り切れて、いやまたさその運営会社の某ね主催の運営会社がさ、どへたくそな運営会社がやってるじゃない、もう毎回不備があってやっと修正するみたいなさ、だからどんどん規模というか お客さん増えることが予想できないでさ、そうだね、うん、だって土地とかさなんてさいっぱいあるからさ、うん、事前に今年はこれぐらい増えそうだからみたいなさ、どんどん増やしていけばいい話なのにさ、うん、なんか早々に売り切れてしまったみたいなさ、いいみたいなさ、思うんだよね。だからなんつうのかな、駐車場が売り切れんだったら駐車券を高くすればいいとかって言ってんだけど、そんなさお祭りなんだからさ、知らない人と乗り合わせできたらさ、うん、チケット代が割引になるとかさ、そういう面白いことするよね。でなんかもう婚活、うーん、婚活にすりゃいいよ。え、とんかつにしよう、あげられちゃうの、美味しいじゃん。婚活ね、婚活もう あるんでしょ、フェスコンとかあるでしょ、きっと。ない、あああんのかね、分かんない。ほらでもなんかそういうノリでさ、ほらあの俺はあんまりそのや知らん、経験したことないけど、なんかもうアウトドアの一環で参加してる人たちが多いんでしょ。そうだね、なんかね、パリピな人が、パリピな、パリピな人がパリピってるよ。パリピな人ね、わかるわ俺ね。すごいわかるわ、それいつもね思うの。インスタグラムとかね、うん、実はやってるんだ、うん、インスタグラムやってて人の見るじゃない、うん、そしたらさ、なんか女子会だとさ、うんうんうん、そのフェイスだの、うん、なんかすごく楽しそうなことをやってるのね、みんな。うぜえなって思うんだけど、うん、だったらね、いつも思うのにインスタグラムやめればいいのになって。ん、なんどういうこと。私がね、ああ都合さん自分がね、うんうん、人の楽しい姿を見ることに、うんうん、卑屈なんだよ、卑屈なんだよ、うん、でも結構多い、その層も、その層、フェス、卑屈層、フェスに行ったら一人とかでずっと見てる人たちもいっぱいいる、うんうん、いやそりゃそうだよ、だって結局一人が一番楽だからね。そうだよね、うん、そうそう、大学生ぐらいでだからみんなでわーっつってさ盛り上がってたりするじゃない、うん、あれどうなるんだろうね、その後就職してさ。ね、それか、え、その彼らの人生を彼ら語らなきゃいけない。俺大学生だったことがないから、うん、あー、それもさずっと言ってっけどさ、俺が大学生だったことがないってさずっと言ってっけどさ、俺が出会ってから十何年言ってっけどさ、それも卑屈だよね。そう、俺は大学生だったことがないって、俺は大学生だったことがないんだ、うん、でだったら入ればいいじゃんってよく言われるんだけど、今からね。そうそう、違うんだ、ハイティーンとかアリテンティスの大学生じゃないと意味がないんだ。あ、まあね、まあまあ勉強したいわけじゃないからね、そうそうそう、遊びたいだけだから、ね、そうそう、パリ、そうすれば俺もパリピになれたかもしれない。今パリって一回言ってる、パリピをね、パリピになれたかもしれない。いやあのさ、一、うん、人の話をしたらさ、あのこの前ツタヤ書店でさ、うんうん、あの旅行特集みたいな平台で、はい、いっぱい旅行本が置いてあるわけですよ、うんうん、であのまあもう女子の、うん、女子旅の、うん、一人旅の本なんだけど、うん、もう一人っぷっていうタイトルなの、うん、何一人っぷ、トリップと一人をかけて、あ、そういうこと、ね、一人っぷ、うん、もうさそれさ、うん、ね、ちょっとそこまで行くとさちょっとさ、うん、買いたくないじゃん、孤独すぎて。女子の一人旅で一人っぷって言われたらさ、ちょっとストリップみたいだし、なんかでも
あの手この手でそれがかっこいいことだっつってやってるんでしょ。そうです、いや、そうさせたいんだけど、ちょっと一人一派さすがにねえなと思ってそれはさすがに手に取んねえよと思ってさ、売れてんじゃないの。売れてんのかね。いや結構、うん、っていうか男の一人旅より女の一人旅の方が多分絶対多いからね。うん、うん、インスタ見てたらそんな感じだわ。うん、でそのなんていうの、女同士の旅は楽しそうなの、うん、だけど女同士ってやっぱ仲いい友達って難しいじゃん、うん、旅行なんて行くと特に多分そうだと思うから、うん、だからあの一人旅女の人増えると思うんだけど、うん、でスイーツとか、うん、パワースポットとかさ、うん、行ってね、うん、あの出会いがありますようにとかさ、うん、いいね、それいいね、うん、でさ男の一人旅ならわかるじゃん、うん、で男の二人旅とか気持ち悪くない。そんなことないんじゃないの。いるのかなと思って、逆に。いや、ゆうは何しに日本へとか見せたらやってんじゃん。外人ですよね。外人。いや外人だとさ。でもね、この間見たの、うん、男の二人旅でオタクの二人旅みたいなの あって、なんか海外からそのアニメの聖地に行くみたいなんで来てたんだけど。喧嘩してなかったそいつ。喧嘩してたしてた。そのやりとりってさ、世界共通なんだね。いやそうだ、世界共通だよ。もうめっちゃオタクじゃんって思ったもんね。うん、っていうかその。世界共通どころか外国人の方はっきりしてるから、あ、喧嘩とかさ、あれなんでああいう風になるんだろう、ああいうムードの人たち。あー、太田くんの人たち、そう、話し方とかも服装とかも一緒なの、うん、自然発生なの。やっぱり自然発生の意味は分かんないけど、でも多分そういうことだと思うよ。すごくない？だって文化も違うわけでしょ、食べてるもんも、うん、でも文化はもうそのオタクというかアニメとか、うん、そっちの文化に吸収されちゃってるんだよ、そのカルチャーは。例えばさ、見た目で分かりやすくさ、俺たちだったらさ、まあ今は着ないけどロックやったら革ジャン着なきゃいけないっていうのと同じようなノリでなってくるの、うん、え、何、アニメ好きだったら寝るシャツ着なきゃいけないとか、そうそうそう、バンダナ巻いたりとかさあと太ってきたりとか。いや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 、ファッションに興味はなさそうだよ。うん、多分匂いとかも多分臭いのが入っちゃう。いや、ひどいよ。くっせーってなると思う。アニオタ批判じゃっただの。一人旅ね。うちの妻も今いないからね、一人旅行って。あ、そう。すごくない。誘われなかったんですか。誘われない。旅行行くと思うよ、ね、逆にいいと思うよ、そっちの方。まあね、うん、でだって、うん、嫁さんが一人旅をしたわけじゃん、うん、まあ、そのもうあれだわ、その既成事実として、そのあれは説明するの難しいからしないけど、まあ行ったわけじゃん、うん、ってことは都合さんも一人旅していいってことだからね。そうなんだよね、うん、そうだけど、まあいいよね、一人だったら喧嘩しない、ね、そうだよ、絶対二人で旅行したら喧嘩するじゃん。そうなんだよね、うん、ユニットだよね。何ユニットなんつうの、バンド感ないな。バンド感ない。勝手にやってるから妻も旅行行っちゃうし。いや、まあでもまあまあなんじゃないの、うん、いいと思うよ多分。なるほどね、うん、まあそういうことで今週はこの辺で。そうですね、もう来週はもう晩秋になってきますから。違う、晩夏ですね、初秋晩夏つったらいつになるんだ。8月第3週とか。ああ、もうお盆も終わってんだ。もうお盆終わって、もう小盆の方ですよ。ああ、いやいやいや、まあいいよ。まあこの辺でね。ね、うん、そうですね。なんか最後言いたいことあれば。いや、ないね。ないでしょ。やめよっか。うん、じゃあもうお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。じゃあまた来週。また来週。We'll be right back.
日の下お前とキスしたこと忘れられないぜ。浜風で湿ったお前のキャミソール、冷たくてあったかくて3番目にでっかい星に